こんばんは、ピヌーさんです。ラストオブアスの続きやっていきます。よろしくお願いします。あまりね、得意なジャンルではないので、ゆっくりやっていきましょう。ロバート探してる。ここを通った。30分前な。ハトバに戻った。今もそこだ。あれ、お金かな？多分お金でしょうね。三角でアイテムで、四角で投げて、丸でしゃがむじゃなかったっけかな？で、×でジャンプ？お、なんかレートレーシングっぽいようなね。まあ違うんですけど。そういうのもありますね。やれやれ。うわあ、これボス戦ありそう。あるか、やっぱり。どうして。命が惜しいなら回れ右してとっとと帰りな。あなたたちに用はないの。ロバートを渡して。面倒は嫌でしょ。早く後ろ向いてどっかへ失せろ。いなくなってほしければロバートを渡しなさい。おい、早くここから出ていかねえと、お前のその頭かち割っちまうぞ。あら、そう。隠れろ。まあそうですよね。準備いい。ああ援護する。脇から攻め。脇から。おお、そういうことか。あれ、撃たなかったな。そうだよね。全然撃たないんだけど。あ、あれか、障害物近すぎたから。さすがね、ジョエル。お前もな。どうやってこいつらを集めたんだ。そういうことだけはロバート得意だから。これあれなのか、別に弾丸を拾うとかはないんだな。で、イージーでこれだってことは、弾丸的なもの？物資って多分すごい少ないんでしょうね。あれなんだっけ、ライトどこだっけ？違うわ。これ銃閉まって。あるね。そうか、では。手を貸して。よしと。よし。あれ。大丈夫か。ジョエル、こっちよ。待って、ここもドンパチありそうだな。あいつらが来るだろ。テストを消しに行った二人が殺された。テスト、ジョエルは間違いなくロバートを狙ってここに来る。まったく、引き受けるんじゃなかった。しょうがない。警戒して誰も忍び込めないようにしよう。ああ、そういうことね。動いた。はいはい。バレるだろ、さすがに。人間の敵を掴んだ少しの間、その敵を盾にすることができるって書いてたような気がする。で、多分ステルスか。これで銃バンバン撃ってったら中にいるやつに気づかれるわけで、
で、こいつらが別に銃弾とか持ってるわけでもなく、ああそういうことね。はい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 。とっと、さっき話そうとしたのは冗談通りでのことだ。市民を5人ほど連れて兵士たちが現れたんだ。全員手錠をかけてな。それはファイアフライだろ。そう、彼らを壁の前に並べてバンバンバン、全員処刑された。ひどいな。うん、街中で起きていることだ。厳しく弾圧している。いとこがメンバーだ。本当か。世界を救うつもりらしい。無事だといいが。そういうことでしょうね。おお、テスも来た。エイド。じゃあ探しましょう。何を？ロバート？ん？ああ、待って待って、あるある。鍵、倉庫の鍵。鍵だけど。はい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 。でも、物資を探しながら、光ってんな。これ以上持てない。なるほどね。回復しておく？だったら、あれなんだっけ？あるね。あれ？なんか、これ以上持てない？収集品じゃないな。なんだろう。違う。これで使うんじゃなかったっけ？勝手に補給してる可能性ある？あれ？待って待って。チュートリアル。これ見たよな。治療キットはそうだろうけど。これ取れないのは？まあ、いっか。で、こっちに出ると戻ってくるので、奥に行きましょうという話か。出発しよう。もうじき外出禁止だ。ロバートはどうした？今夜の警備は誰だ？奴は一人で寝るのを怖がってるぞ。さあな、他の奴らと会って考えよう。さあ。いや、火炎瓶投げようって話やろ。あ、違うわ。ただの瓶だった。うわ、意味ない。めっちゃ意味なかった。これ大変だね。大変なゲームだなぁ。うわ、お全然撃たない。あ、弾なくなった。くそ。ゲット？よし。よし。瓶ね。これで要は注意を引くってことなんだろうね。瓶そこかしこにあるわ。
あ、回復。あ、瓶持ってんだ。あんまりでも弾使っちゃいけないもんな。こいつは何を持ってない。お、いっぱいある。これ以上持てない。あれ、いなくなった。あれ、いたいた。ああ、そういうことか。もっと人手がいるわ。帰って邪魔になる。聞き耳を立てると、その多分影が出るんだよね。来て、鳩場はこっちよ。あれ、ナイフだ。ナイフを使えば敵を素早くシルカに倒すことが できると。使用制限もありますせと。なるほどね。いっぱいいるわ。あそこにいるわ。気取ったクズ野郎が。これ全員倒していくの？さっさと終わらせよ。マジ？めんどくせえこれ。戦うか隠れるか。そして南からの連絡だ。くそ、もう商品なんてどこにもねえよ。だから俺たちも公営なんてやってるんだしな。まあ要はさ、敵の索敵範囲がどの程度なのかっていう。下手に動かないで。風が多い。外に出るのは自殺行為だ。いるね、いるわ。俺はそれでも残るよ。止まった。いや違う、ナイフ。あれ、なんか今書類がマークついたんだけどな。積み荷目録。兵士のやつに船を見られてパクられちまった。さすがにもう終わりかと思ったけど、ロバートはそいつを知っていたみたいで、賄賂を払って俺たちを解放してくれた。あいつも案外使えるところもあるみたいだな。それにしても口が達者な野郎だ。今回の物、服を2箱、トイレットペーパー、冷凍肉2箱、酒。誰にでもデタラメを言ってるみたいだな。来た。おい、見たか。気をつけるんだ。素晴らしい。やっぱ終わった。一人気づかれた。ああ、いや、二人来た。
待って撃たない、これ撃たないって何なんだろうな、なんで撃たないんだろう。遠いな。一人いるよね、そこに影が。一人だけだね。生きてる。これ雑だな、多分こういうゲームじゃないんだよね。それはわかるわ。ステルスで行ってなんか殺すゲームなんだよな、絶対。よし、回復欲しいな。あとはまあ別にすげえダッシュで行くんだけど、テス何にもないのかと。これ以上持てない。で多分自然回復もしないだろうしね。これ武器は何で持ち帰るんだろうな。ああ矢印か。ロバートはあのオフィスにいるはず。行くわよ。投げたんだけど。あ、いた。失せるこの野郎。話があるのよ、ロバート。お前に話すことなんか何もないぞ。銃を下ろして。消え失せる。逃げた。ロバート。ジョエル、こっちよ。アイテムなさそうだね。ほら、ここに入ったわ。あれ、どこ行った。こっちか。くそ、開け。ジョエル、こっちよ。どっち。ジョエル、いる？本当？開けや。あら、ロバート。テス、ジョエル。悪気はなかった。もちろんよ。よし。会いたかったわ。なあ、お前が聞いたのは全部デタラメなんだ。俺はただ銃はどこにあるのか言って。ああ、分かった。でもややこしいんだ。待て、まずは話を聞いてくれ。ケイプ。くそ。分かった。やめろ。くそ。わめかないで。続けて。撃っちまった。何ですって。仕方なかった。借りがあったんだ。こっちにもよ。判断を誤ったわね。少し時間をくれ。1週間でいい。
私を殺そうとしたくせに今さらバカ言わないで。殺そうと誰に言ったの？言えねえ。二三日くれれば。あくそ。誰に売ったか言いなさい。ファイアフライだ。奴らに借りがあった。は？なあ、奴らはぐんと揉めてる。今すぐ乗り込んでぶっ殺して銃を奪おう。どうだ？おいおい、ファイアフライなんてクソだぜ。やっちまおう。ほんとバカなやつね。でどうする？なんかもう全然容赦ないね、このゲームね。取り返す。どうやって？さあね、説得するとか。とにかくファイアフライを探すの。ここにいるわよ。早速女王様のお出ましだ。なんでここに？ビジネスよ。痛そうじゃない。ロバートは？なるほど、そういうことね。彼が渡した銃は彼のじゃないのよ。返してちょうだい。そうはいかない。返してもらうわ。金は払った。武器を渡すなら見返りがいる。カード何枚欲しい？配給カードなんていらない。運んで欲しいものがあるの。うまくいけば銃は返してあげる。それでどう？銃はどこにある？軍の奴らにだいぶやられたと聞いてるが。疑ってるのね。見せてあげる。逃げないと。どうする？まず銃を見ましょう。じゃあ来て。まず銃を見るんだ。脱出するわよ。さあ。これなんかあんまりストーリーよく分かってないんだけど。ついてきて。変な胞子が流行って街が荒廃して、多分軍が鎮圧してて我々が反乱軍的なとこだよね。これさ、なんかあん、違うわ。お？叩けないのかな。なぜ今なんだ。おとなしくしてた。街を出ようとしてた。叩けないね。軍は見せしめている。だから私たちを狙う。そうみたいだな。自分たちを守ってるだけなの。いやー大変だね。お、なんかあります。うわ、いっぱいある。いっぱいあるよ、アイテムが。あ、そうなんだ、クラフトね。じゃあ手を貸して。こういうの見て回りたいんだけど、別に見てもアイテムが落ちてるわけじゃないもんね。まあ難易度もイージーだし、映画を見てるような感覚でね。ラストオブアスってでも映画とかなってなかったっけ？大丈夫。なってないか。なんとか。後で調べてみよう。兵士、あれが出口、橋の下の扉。楽しい状況ではないな。こっそり抜け出しましょう。気が進まないかもしれないけど。やってみましょう。行くわよ。まあステルスね。
あのドアまで行くわよ。オッケー。兵士は？いない。あの扉まで行くっていうのはこっち通るんだ。あ、いっぱいいるわ。正義の鉄槌ってやつだ。いるね。これどうすんだ。倒さないといけないじゃん絶対。でドンパチしたら終了でしょ。人質を取ってる。もうダメじゃん。ああ、いろんなルートあるんだね。そうなんだ。もうダメじゃん。やっべ、すっげえ歌いたい。死ぬ、死ぬ、死ぬ。ああ、死んじゃうよ。めっちゃ歌えてめっちゃ。ん？どこだ？今度。ああ、そっか。あれ？じゃあ今のうちにちょっと銃をさ、ゲットしようぜ。いやーマジひどい。ほら手当てしなさい。すまん。おサンキュー。お、そんなにくれんの。いや絶対これステルスをきれいにするのが楽しいっていう遊びが正解なんだよな、設計としては。もう無理だもんね。よし。ん、これ以上持てない。で、メディカル。もう遠くないわ。行くわよ、入って。どこに行くの、マーリン。こっちよ。どっち？そう遠くない？ここはセーフゾーンっぽいね。ねえ、大丈夫？フラフラだけど、でも大丈夫。このすぐ先よ。市民の皆さん、外出禁止時刻になりました。急がない。正式な許可なく屋外にいる者は直ちに逮捕され起訴されます。何を運ばせたい？何にもないか。ジュエル、手を貸して。おいおい、
した。立てろ。手を離して。ちょっと。やめなさい。随分と若いメンバーだな。メンバーじゃないわ。嘘。どうしたの？大丈夫、直せるから。ガイドよ。私は行けないの。私も行かない。エリー、最後のチャンスなの。おい、運ぶってこの子か？ファイアフライがいる州の議事堂まで。そんな遠くまで？でもできるでしょ。戻ったら買った武器は全部返す。倍にして返してあげる。その武器は一体どこなの？キャンプにある。この目で見るまでは何もしないわ。じゃあついてきて。武器を見てる間、私は治療する。でもこの子が来るのは危険なの。ジョエルがついててあげて。おい、勝手なこと言わせない。エリー、一緒に。信用できる。弟のトミーを知ってるの。困った時は兄貴を頼れって言ってた。あいつはファイアフライから去ったぞ。あんたからもね。いい人だった。ねえ、あの子と北トンネルに行って待ってて。勘弁しろよ。運ぶだけじゃない。話は終わり。あなたは大丈夫。さあ行って。急ぐんだぞ。お前はついてこい。行くぞ。ああ、なるほどね。北トンネル？銃声は知ってたけど。どうした？いや、バンバン。バンバンしました。さっさと移動しないと俺たちも同じ目に遭う。プロなんでしょ？任せるよ。いやもう全然違ったわ。ああ、ありましたね。地下道みたいなものが。で、これが、ウォンテッド。こっちだ。不審な行動は直ちに通報してください。で、通りには出ないか。どこに行くの？この上だ。北トンネルにつながってる。ここか。どうやって行くの？ちょっと待ってろよ。はしご？ああ、違った。登ってこれないかな。登ってくんのかな。ああ、来たね。大丈夫そうだ。このトンネル、密輸に使うの？違法なものも。あれ、これライトあった。こっちか。子供は運んだことある？いや、初めてだ。
マリーンとはどんな関係だ？さあね、多分友達かな。友達だと？12歳ぐらいのガキがファイアフライのリーダーと友達？母さんの友達なの。私の世話もしてくれてる。あと私は14、年なんて全然意味ないけど。親はどこにいるんだ？そんなのとっくにいないよ。誰の親もそうでしょ？つまり学校に通う代わりに逃げ出してファイアフライに参加したってわけだな。いい？私を運ばせる理由については教えられないよ。俺の仕事のいいところだな。理由を知らずに済むことだ。正直なとこ、そんなもの知りたくもない。よかった。だろ？なるほどね。なんだかんだ一本道ではあるけど、多分本当にこういう建物なんだろうね。ここが、どこだっけ？アメリカだっけ？なんとなくイギリスっぽいような、ああ、でもアメリカじゃなかったっけか。アメリカなんでしょうね。ここだ。何してるの？待ってる。じゃあ私はどうしたらいい？そんなことは自分で考えろ。時計止まってる。いや、ダメだ。行くんじゃ。寝言言ってたよ。怖い夢は嫌い。ああ、俺もだ。私、初めて見たんだ、街の外。本当真っ暗だね。でもここよりはマシでしょ。ファイアフライはお前をどうしたいんだ？ごめん、遅くなったわね。軍の見張りが多くて。マーリンは無事よ。武器は確認した、大量に。やるわね。ああ、行きましょう。もう移動？マリンはなぜ自分で運ばないんだ？自分でやりたがってたわよ。私たちは第二、いえ第三候補ね。仲間が死んで他にいなかったのよ。報酬をくれる奴は生きてるといいな。誰かいるでしょう。ライト使わない方がいい感じだろうね。何これ。でエレベーター、誰が受け取りに来る？別の町からファイアフライのメンバーが来るって言ってた。女は貴重なはずよ。あなた何者なの？重要人物の娘かも。そんなとこ。ねえ、どれくらいかかるの？予定通りに行けばあと数時間で着くはずよ。エリー、地上に出たら私たちにちゃんとついてくるのよ。ええ、もちろん。どこ？これ。あ、こっち？
上に行って見てきて。待て、パトロールがいる。よし、いいぞ、上がれ。よし、来い。気をつけろ。雨か、厄介だな。信じられない。本当に外にいるんだ。この辺はちょっとね、デトロイトっぽいよね。で、トラック乗って上に上がるんでしょ？まあ、ですよね。こっちだ。ん？あ、違うか。バカな真似はしないで。行け。背を向けろ、ひざまずけ。スキャンしておいて。ああ。手を頭に置け。こちらゾーン12のラミレス、3名捕獲、回収願います。了解。見逃して。後でお礼するわよ。黙れ。たくうんざりだ。到着は。あと2分。ごめん。そんな。逃げると思った。まさか殺すなんて。嘘でしょ。見て。こいつは、あの女にはめられたのか。感染したガキを運ばされていたとはな。感染してない。ない？こいつを見ろ。わけがあるの。さっさと言いなさい。これを見て。噛まれた位置なんかどうでもいい。3週間前の傷だよ。2日で変異するのよ。出任せはやめなさい。3週間前、本当だって。はめる意味ないでしょ。ありえない話だ。テス、行くぞ。ほら、走れ。行くわよ、急いで。逃げる感じだろうね。よし、はい。エリー、合図を出したら走って。合図で走る。わかった。今よ、走って。エリー、また走るわよ。いい？うん、分かった。くしょ、やたらといる。兵士、そこ。見えてる。どこ？いた。堀を調べろ。下がってろ。何も見えないよ。本当にこっちに来たのか。しゃがめ、隠れるんだ。あれ、どうやって倒すんだろうな。ほら、
おお、兵士だ。どっから上がるんだ。何か見えるか。こっちは大丈夫。前はどう。今のところ。うわ、終わった。うわ、いるわ。どうするんだろう。倒さないといけないよね。めっちゃ痛いです。死ぬ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 。死んだ。やば。死んだ。あいつは死なねえな。もうダメだね。どうすんの。もう弾ないや。あれ、待って待って、どうしたどうした。あれ、これどこに行けばいいんだ。で、え、よっと、上にいるぞ。あー、すげえ弾無駄にしたんじゃない。やべー、すげえ無駄にしたような気がする。ここから行けるぞ。なんだ。エリ、またパトロールよ。みんな隠れて。まだ見つかってない。迂回しよう。よさどう。相手が多すぎる。ああ、もう。どこに行きやがる。ああ、ブロック。奴らも出たな。奴らの様子を見てる。わかった。なになに？ああ、見つかった。やべえ、見つかった。おお、一緒だ。死ぬ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 。
死ぬって。なるほどね。死ぬって。いやーなんかすげー無駄にしてる、いろいろ。どこ行きゃいいんだこれ。これ撃たないの何なんだろう、撃てないの何なんだろうな。終わった。あークリア。うわ違う。死ぬ。死ぬって。まだいんの？ダッシュで切り抜けられない。あれここ全然違うとこ来てる？あるんだ。センキュー。え、これどこに行けばいいんだろう。あった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 。これで抜けたんじゃない？正解だったわね。正解？正解だったかな。なんかいろいろ失敗したよ、間違いなく。様子はどう？ここは通れそうだな。物資、物資使いまくったな。やっべえ。チャーリー分隊、報告しろ。チクショウ、ここにも嫌がる。標的は逃亡中です。追跡を中断してセクター11に戻れ。見つかってないはずだ。了解、車両に向かう。影に隠れてろ。オッケーかな。でも快適するでしょうね。道が分かれてる？よし。お。なんかある。安全なの？いいえ、近くにいる。さあ、息を整えて。ジョエル、使えるものはないの？なんだろうね、回復しとこうか。
使えるものいっぱいある。でこれでクラフトは、あー、あるな。へー、ナイフを作る。これ何にもない？テス、このパイプを通るぞ。ここなら通れそうだ。近くにいなさい。わかった。上に上がるね。いやー最悪。おっと、待て待て。壁に戻る。見たか、準備しろ。ナイスゴー。急げ。よし、行ったな。詳しく話して。あなたをファイアフライに届けたとして、それからマーリンが言ってた。隔離地域の研究所で医者たちが治療法を探してる。よく聞くホラ話だ。で、ワクチン開発の鍵となるのが私なんだって。勘弁しろよ。そう聞いたの。ああ、そうだろうとも。何なの？好きでこうなったんじゃない。こっちもだ。テス、付き合う必要はない。本当なら信じるのか。可能性はある。ここまで来たのよ。最後までやりましょう。外に何がいるか分かってるのか。分かってる。こっちよ。まあ、基本あれなんだね、ステルスで逃げるゲームなんだね。でドンパチ下手くそすぎたな。見つかったら NG だもんね。はーい、といったところで今日はこの辺で終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。